動画のご視聴ありがとうございます。夢咲みむです。逆転裁判2続きからやっていきましょう。今回は法廷の後編だよね。はい、やっていきましょう。今猫がベッドから降りました。外に出るみたいなんで一旦お待ちください。部屋から出してきます。はい、ただいま戻りました。6月22日午後12時4分、地方裁判所被告人第3控え室。これ迷いちゃんからだよね。うん、やっぱり本当なの、おば様のこと。あ、そうなんだよな。おば様とのどかさんの共犯説が説じゃなくてもう本当な感じになってきたっていうか、まあ、言っちゃえばあと動機が分かれば勝てる感じですね。のどかさん一人で桐崎先生を殺害するのは無理だ。条件に当てはまるのはきみこさんしかいない。そんな、ひどいよ。どうしておば様が湿っぽさ。メイちゃん、カルマメイここ来るの？大丈夫、喋って。法廷前、裁判前。予想通りの湿っぽさね。なるほど、龍一。メイちゃんだ、来るんだ。あ、カルマケンジ、確かにカルマケンジだけど。どういうことですか？なるほど君に復讐なんて。っていうか、いつも思うんだけどさ、交えて喋って大丈夫なんだね、ケンジと被告人と弁護士で。あなたのお父さんのことは、なるほど君のせいじゃ。そんなことより。あと初めて見る顔だ。あなたは自分の心配をすることね、お嬢さん。同い年なのに。確かにな。結構背高いのかな。満足か、僕を苦しめることができて。まだよ。この子自身のオーラも18歳に見えないし、なるほどの接し方も18歳に思えないな。私の目的はあなたを倒して、それを全世界に知らしめること。そんなことをしたって君のお父さんは帰ってこないよ。お父さんもう死刑になったの、これって。まあいいわ。とりあえずこの勝負にケリをつけましょう。おお、あ、ちょっとミツルギっぽい。うわ、なんかカルマ2人とも、まあカルマ5の弟子ってことは同じだから、ちょっと似てんな。やっぱりミツルギとメイちゃん似てるとかあんな。その時全てが明らかになるわ。あー、いいね、なんかこのズバッと指さす感じ。同日午後12時10分、地方裁判所第2法廷。これ、千尋さんはそのままだね。よかったよかった。カン。千尋さんの安心感半端ないな。てか、音ちょっとでかいかな。ちょっと待ってね。では、審理を再開しましょう。なるほど、くん。はい。あ、はい。鼻かのどかの動機を立証してくれるのでしたな。お、大丈夫か、そんな自信満々で。てか、なるほど。わかるんだったら、自分で言ってくれていいぞ。ちょっと夢咲、隣で見学してるわ。お任せください。うん、鼻かのどかと桐崎医師を結んでいるポイントは一つ、事故のことだね。1年前の交通事故、そこに何かあるはずだ。うん、そうだね。証人、1年前の交通事故について証言してください。あれ、私の動機を聞かせてくれるんですよね。そんなの一言でスパッと言えないんですか？ご協力ください、ちょっとだけ。証人、お願いします。ありがとう裁判長。はいはい、無駄だと思いますけど。でも前回もそうだったけど、のどかさん結構ボロ出すからね。証言開始、1年前の交通事故喋ってくれたらなんかわかるかもしんない。あれは1年前の5月のことでした。お姉さんの病院は当時大変なことになっていて、その夜も運転中のお姉さん疲れ切っていました。っていうか、喋り方とか風貌めっちゃ戻ってるけど、前回思いっきり本性を明かしてたからね。私もつい助手席で眠っちゃって、事故が起きたと。すごい衝撃で目が覚めたら、周りはもう火の海で。で、ドアを開けて逃げるのがやっとでした。なるほどね。その話なら聞いたことがあります。1年前のワイドショーで毎日騒がれてましたからね。確か、桐崎医師がお姉さんに睡眠薬を持ったという。痛いね、クヒ。ただの噂よ。根拠などない。確かに根拠は今んとこ見当たらないよね。弁護人、尋問をお願いします。おう、千尋さん、桐崎先生が睡眠薬を持ったかどうか。今さら、そんなことを立証するのは無理よ。なるほど。ええ、別の方向から攻めてみます。いやー、やっぱ千尋さん頼りになんな。尋問開始、1年前の交通事故。はい。まあ、尋問してて徐々にわかる感じかな。あ、1年前の5月のこと、待った。確か、お姉さんの病院で医療ミスがあったのも、そうですね、それも5月でしたよ。5月の2日に患者さんが亡くなる事件があって、私たちが事故に遭ったのは
24日でした。24日か。立て続けに事故。偶然なのでしょうか。その亡くなった患者なんか面識あったりするのかな、のどかさんと。疲れてましたからね、お姉さん。なるほど。疲れてたと。で、大変なことになってた。また。この大変なことは、これか。14人の患者が亡くなった医療ミスでしたね。そうだね。そうです。そのミスの原因は何だったんですか？そうなんだよな、そこが。はい。っていうか、この写真のこの看護師さんだけは全然ミミさんに見えないんだよな。まあでも疲れ切ってたからちょっといつもと違う感じなんかな。お薬を間違えたって聞いてますけど、それはお姉さん。あ、違う、それ、ごめん。これ、なるほどが急にお姉みたいになっちゃった。それはお姉さん、花かみみさんが間違えた？違いますよ。桐崎がお姉さんのせいに。意義あり。なんだ？その事故は今回の事件には関係ないはず。それに警察の捜査によって花か耳のミスは立証された。つまり事実はどうであれ、記録の上では花か耳のミスだったということか。なるほど。あ、それはじゃあ立証されたってことになってんのか。お姉さんじゃないのに。あー、でもこれは完全にのどかさんはお姉さんじゃないって思ってる。また疲れ切っていたと。疲れ切っていた。連日警察の取り調べや取材がありましたからね。まあそれは疲れるわな。ほんとひどい状況だったんですよ。じゃあ交通事故を起こしても不思議ではなかったわけですね。揺さぶりましょう。どうして変わってあげなかったんですか。ああ、確かに。え、何をですか。運転だよ。運転だよ。運転ですよ、運転。お姉さんが疲れていたのならあなたがすればよかったのに。それもそうですね。あー、でも私免許を持ってませんから。免許持ってない。ちょっと待って。この写真って免許証用に撮影したんだよね。あ、おかしいおかしいおかしい。ここか。ここで揺さぶるっていうか意義ありすんのか。証人は免許を持っていなかった。初耳ね、私も。うん、なるほど。そうですね、証人。今の証言を付け加えてください。はい、わかりました。とにかく、私もつい助手席に眠っちゃって。ここ、その後に追加されたんか。また。確か事故は深夜起こったんでしたっけ？そうですね。夜中の1時くらいです。私、論文の締め切りが近かったから。まあ、大学生だもんね。しばらく寝ないで頑張ってたんです。二人は眠り込んでしまい、そして事故が起こった。うん。なるほど。で、衝撃に目が覚めたら周りはもう火の海。また。その時、お姉さんは？見えなかったんです。車の中はもう真っ黒な煙でいっぱいで、もう私何が何だかわからなくなっちゃって。わからなくなっちゃってドアを開けて逃げるのがやっとだった。またその時のこと詳しく話してください。私ずっと忘れようとしてましたから、もうその時のことははっきりしないんです。なるほど。自分のまあ精神状況を守るために自分の記憶を消すみたいなのはあるからね。うん、無理もありませんね。確か事故の後インタビューされたんです。それが一番確かだと思うんですけど。その記事なら持ってんね。持ってたな。これのことが、これが一番確かだと思うと。すっかり眠り込んでしまった。突然すごい衝撃に目が覚めて当たり一面火の海でした。夢中で左のドアを開けて車から転がり入れたんです。うん、なるほど。で、その後は覚えてない。のどかさん？もしかして運転してたの？まあ、まだそこはいいか。はい。で、ここか。私、免許を持っていないから、運転は変わってあげられなかったんです。また。ここが、まあ、ポイントだよね。それで、あなたは助手席に？はい、これどう読むのが正解なんだろう。はーいなのか、はーいなのか。私も大学の研究室に遅くまでいたから送ってもらったんです。なるほどね。なるほどね。なるほどくん。はい、なるほどくん。はい。ダメよ、すんなり納得しちゃ。ですよね。この証言の中に何か秘密が眠っているはず。その通りよ。決定的な矛盾を探し出すの。もう探してありますよ、千尋さん。任せてください。ここだな。ここで突きつけよう。突きつけるで、免許用の写真撮ってたってことは免許撮ってましたよね。意義あり。危ない。暗いっていうとこだった。のどかさん、今の嘘はお粗末でしたね。どういうこと？
ですか？ダン、あなたは免許を持っていたはずです。これはその免許証のために撮った写真ですね。あ、証人、どういうことですか？そうです。確かに私持ってるんか言うんだね。そこは免許を持ってますけど、うん、そこ素直に言っちゃうんだ。でも交付されたのは、あー、なるほど、あの事故の後なんですよ。うん、そんなはずはありません。ダン、あなたは事故があった時すでに免許を持っていた。そうだな、堀田委員長らしき人がそう言ってましたら、ちょっとこれ証言薄くなっちゃうね、らしき人にすると。あのスケベな偽委員長のこと？そのスケベな偽委員長です。しかしスケベだからといって会う痛いな。そんなことはどうでもよろしい。証人、あなたの免許証が発行されたのはいつなの？確かにそこ聞いとこう。去年の11月です。え、11月？交通事故があったのは5月、その半年後ということね。どういうことだ。そういうことです。なるほど、僕合わせてくんな。事故があった時証人はまだ免許を持っていなかった。これ証人の言葉だけで信じるんだ。うー、痛え。普通に痛えが出た。泣きっ面に無知。いや、それだけかい。とにかく免許がないのでは運転を買われるわけがありません。分かってもらえればいいんですけど。でも多分私が免許を持っていたとしても運転させてもらえなかったと思いますけどね。なるほど。なんでだ。わっちゃ、ふんじゃない。あ、いやいや、千尋さん千尋さんがムチ打ったの。千尋さん、どこにムチ持ってんの？え、持ってる？え、それとも平手打ちでもした？ふんじゃないでしょ、なるほどくん。千尋さんまでムチを。やっぱムチ持ってんのがいい。証人、なぜ運転させてもらえなかったと思うのですか？それは確かにそこ大事だね。証言に？推理ですから、証人、そのことを証言してください。めんどくさい。裁判だぞ。余計なこと言っちゃいましたね。いや、余計なことどんどん話してくれ。証言開始。運転も変わらなかった理由。はい。あの頃、私もうちょっとで免許をもらえるところでした。お姉さん、車をものすごく大事にしてたんです。届いたばかりの新車でした。真っ赤なスポーツカー。新人ドライバーには運転させてあげないよって。だからあの夜も私、助手席に乗ってました。なるほどね。ふむ、なるほど。真っ赤なスポーツカーですか。では尋問をお願いします。車は苦手なんだよな。車に、そっか、免許持ってないからか。なるほど。は、尋問開始。運転を変わらなかった理由。まあ、弁護士バッジ持ってっかんな、代わりに。もうちょっとで免許もらえる。待ったところでしたと。もうちょっとというのは？仮免って言うんですか？あれをもらえるはずだったんです。仮免ですか。うわ、弁護士のくせに仮免も知らないんですか？いや、もうさ、本心で喋るか、取り繕うか、どっちかにしてくんない？なんで変わる？弁護士に仮免はありませんから。弁護士に仮免なんかあったらめんどくせえだろうな。無知には無知を。何うまいこと言ってんの、めいちゃん。なんかさっきから微妙なこと、微妙なことだったって。めいちゃん、微妙だって絶対無知バンバン打たれそう、こんなこと言ったら。微妙って言ったら微妙なこと言うよな。いや、自分はうまいこと言ったって言ったからね、めいちゃん。いいですか、続けて。いいですよ、お願いします。で、車をものすごく大事にしてた。また車好きだったのかな。大事にってどれくらいですか？それはもう、雨の雫はもちろんのこと、汚い手でドアを触るのも気にしてました。それならそもそも車庫から出さなきゃいいのに。いや、それはちょっと違うんじゃない。待ったじゃないか、ゆうさぶろう。どうしてそんなに大事にしてたんですか？何言ってるんですか。新車だったんですよ。新車？弁護士さんだって汚したくないでしょ。車なんて汚れて当然だと思うけど、ま、車好きは汚したくないんじゃない。きっと車好きはそうは思わないんだろうな。まあ、そういうことだよな。なるほどくん、もっと意味のあることを聞きなさい。笑顔で指摘された。はい、すいません。それで証人、どんな車だったんですか？で、赤いスポーツカーだよね。届いたばかりの新車。また新車ですか。めっちゃ新車気になってんな。ええ、届いたばっかりだったんですよ。アメリカから？アメリカから届いたの？は、アメリカ。
しかも特別限定モデルだったんですよ。届くまで1年ぐらい待ってたんですからね。車好きにはたまらない話題なんだろうな。揺さぶるか。これさ、のどかさんの髪色が赤なのって関係あんのかな。のどかさんの新車だったんじゃない、もしかしたら。髪真っ赤だし赤好きなんじゃない。車のことはよくわからないけど、どうもこれは胸にキュンとくるものが。なんで、どこに、どこがなんでそうなった。ダン裁判長、何ですか。今の証人の発言を証言に加えてください。特別仕様の外車の下りですか。はい。あ、そこにキュンときたんだ。やれやれ、車好きはこれだから。そういう問題じゃありません。と言ってもどういう問題か僕もよくわからないけど。証人、証言を、じゃあ変えてくれたらだし、めっちゃ噛んじゃったよ。証言を変えていただけますか。いいですけど。ちょっとめんどくさくなってんな、のどかさん。お姉さんの車アメリカ製で特別仕様の新車だった。待った。なるほど。何も喋んねえ。威勢よく待ったと言っては見たけど、車のことなんて聞くことがないぞ。無理やり聞こうぜそこは。そうですね、何か話題と。そもそもどうしてアメリカの車がいいんですか。は？怒った。お金はかかりそうだし、運転席は日本車と逆だし。そうなんだよね。と、運転席日本車、やっぱのどかさんの車じゃん。のどかさんの車だって。やっぱ髪色赤なのあれじゃんよ、ヒントだったんじゃん。赤好きなんだね、のどかさん。いいところまるでなさそうですけどね。なんですって。言ってまい、のどかさん、私の車をバカにしないでって。今時左ハンドルで自慢ってのもどうなんでしょう。煽るな、おめ知らないくせにめっちゃ煽るじゃん。あんたなんかには分かんないのよ。あの繊細なフォルム、ちょっと待って、ワイルドなさ、それでスムーズな形で、アメリカスルーズルライ。ごめんなさい。いや、でも自分の車ですって言ったようなもんじゃん。この証人、ほんといきなり性格が変わるよな。面白いわね。なるほど。面白がるね、千尋さんはよく。あと、ちなみに言うと、うちの父さんも会社だから、うちの父さんも怒るぞ。だんだん見えてきたわ。この事件の本当の矛盾が。そうだね、そうですね。新人ドライバーには運転させてあげない。待った。お姉さん、運転はうまかったんですか。それはもう、すごかったんですよ。看護師会のレースクイーンを目指すって言ってました。それ、なんか意味が違うような気がするぞ。確かにな。で、だからあの夜も私、また、助手席に乗ってた。まあ、助手、まあね、なるほど。そこで事故に遭ったわけですね。そうです。とっさに助手席のドアを開けて、夢中で飛び出しました。ふむ、大変でしたね。ここが最大のポイントね。こういう自然な証言は、崩すのが難しいわ。じっくり詰めましょう。必ずどこかに穴がある。そうでしょうか。信じなさい。そこに道があるわ。信じます。もう絶対信じます。もう千尋さんが信じなさいって言うんだったらもう何が何でも信じます。千尋さんが神になっていく。わかるか。なるほど。自分はね、10パート前ぐらいから、いや、なんなら逆転裁判1の2話ぐらい、いや、1話目から思ってた。千尋さん、女神様だよ。うん。崇拝してっからもう。どこだっけ？お姉さんがアメリカ製で。ここが？ここに突きつけるで、ですね、これじゃないかな、詳細。夢中で左のドアを開けて車から転がり出たってのどかさん言ってるんだけど、外車だと運転席が逆になるから、左から出たってことは運転手じゃねっていうことじゃないかな。意義あり。合ってんね。よし。のどかさん、この記事覚えていますか。交通事故の記事、あなたの証言が載っています。はい、弱っず。今回の法廷前編から含めて、絶好調じゃね？全然ミスらないっていう言葉をミスりました。すいません、全然マスらないって言いそうになってた。ここでミスる？ごめん、なんか、なるほど。いや、自分が恥ずかしい。うわ、ここ綺麗に言いたかったな。左のドアを開けて、車から転がり出た。間違いありませんね。なんで急にそんなものを。裁判長、車の助手席は左右どちら側にありますか。それはもちろん左側でしょう。運転席が右側ですからね。それは日本車の場合です。アメリカの車は逆です。そうだな、逆転裁判だけに、二人の乗っていた車はアメリカ製だった。ダン、この場合
助手席は右側になります。あ、めいちゃんもわかるわな、こら。あ、なんでわかんねえんだおめえは。おめえ、裁判長裁判長にお前って言ったら絶対追い出されるだろうけど言いたくなるよな。どういうことですかは、ここで。どういうことですか。ダン、のどかさん、もう無視してる。あなたは左のドアから逃げたという。それならば、あなたが座っていたのは運転席だったことになる。そうだね、キャーキャーか。はい、ターン、レーン、チャン、よし。静粛に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 4コンボ来ちゃったよ。言いたいね、カハ。何を言い出すの。運転していたのは姉の方、鼻か耳なのよ。その通り、話に筋が通らない。ダン、つまり僕たちはどこかで勘違いをしているんですよ。なるほどくん、やっと見えたわね、この事件の真相が。見えましたね。全ての要素をつなげて考えれば答えは一つしかない。問題は、あ、ちょっと待て、これあれなんだよな、このさ、兄弟、じゃ姉妹逆転説を一瞬考えたんだけど、その場合、ちょっと待って、妹なのか、あれ何、その場合これどうやって言えばいいんだ。俺多分逆転してるよね、自分の考えが正しければ。姉と妹、どっかで。ミミさん。うん、ミミさん、今いるのがのどかさんじゃなくてミミさんなんだよ、多分。亡くなったのが妹ののどかさんなんだよ。そういうことだろ。だから、でもここで姉のミミって言ったら、何バカなこと言ってんのってカルマにやられっかな、ムチ。なるほどがどういうか、どういう言い回しするかにかかってんな。すごい複雑じゃないこれって。でもこれ大丈夫だよね、ライフ。はい。運転免許を持っていたのは、姉の鼻か耳です。ならば当然、運転していたのは彼女でなければならない。しかし、あなたは証明したばかりです。この証人が、野中さんが、運転席にいたことを。それが、次の問題です。次の問題ですって、誰、一緒に喋んな。そういうことだよな。その証人台に立っている人物は、一体誰なのか。そういうことだよな。何を言い出すの。なるほど、龍一。この証人は、この証人の名前は。おー、ちょっと待って、おかしい。ライフ。ここにかかってたのか、この途中まで絶好調だったのって。どんだけ変だよ。僕が教えてあげましょう。この証人の名前は、名前を言えばいいんだよね。ってことは、ミミさんじゃない？くらえ！待ってるよ。鼻かミミ。それがあなたの本当の名前です。おお、言ってきたね。バカ言わないで。じゃあこの写真は一体何なの？この証人は入院した時、顔に大やけどをして、やっぱ、そういうことだったんだよな。合ってたじゃん、推理。よっしゃー。ごめん、裁判が白熱してるからちょっと、よっしゃーってでかい声で言うのもあれかなと思ったら、すごい情けないよっしゃーが出てしまいました。すいません。普通にでけえ声で言っときゃよかったわ、よっしゃーって。顔に大やけどをしていました。そのため、復元の整形手術を受けています。整形手術?その時、彼女はこの写真を渡したんです。ダン。そう。妹の写真をね。そういうことだ、キャー。しかし、鼻か耳は死んだはず。交通事故で。みんなそう思っていました。しかし、そうではなかった。これ大ニュースだぞ。でもテレビ大変じゃん、明日。じゃあ、事故現場で見つかった死体は。うん。鼻かのどかさんだったのです。本物のね。ダン。いかがですか？鼻か耳さん。いやー、これは、すげえな。はい。でも確かに、伏線いろいろ散りばめられてたもんな。一年前の交通事故。死んだのは、鼻かのどかの方だった。姉の耳は、妹の顔に整形して、生まれ変わった。そして、鼻か耳の存在を、自ら消そうとしたんだ。そういうことですね。裁判長、これで、なぜ桐崎先生が殺害されたか、お分かりでしょう。どういうことですか、はわ。どういうこと。なるほど、龍一。桐崎医師は死者を呼び出そうとしていました。そうですね。
交通事故で死んだ看護師鼻か耳の霊を。しかしそんなことできるわけがない。確かに、なぜなら鼻か耳は生きているからです。死んだのが妹の方だからな。霊媒をされたわ。それがバレてしまいます。この証人はそれだけは塞がなければならなかった。なんとしてもだから殺害したというの、桐崎哲郎を。そうです、霊媒が始まる前にね。桐崎先生は不幸にも霊媒の相談をこの証人に持ちかけてしまった。ダン。その瞬間、桐崎先生の運命は決まったのです。いや、すげえな。いかがですか、喉か。いや、カルマ。なんで、ほんとだよな。ミミさんじゃないんだ、そこ。なぜそこで私の名前が出てくるの。お、これは本当の姿、ミミさんとして喋ってくれるんじゃないか。やられたわね。証人ミミさん。ああ、ミミさん。ああ、なんかお姉さんの顔してる。そうだよな。お姉さんだもんな。そうよ。私の名前は花かミミ。うん。あのヤブ医者、結局最後までコケにしてくれたわ。もうちょっとで、ミミを捨てることができたのに。本当に、もうちょっとだった。しかし、なぜです？どうしてそこまでして鼻か耳を。妹さんになりすますなんて。僕にはなんとなくわかるような気がする。鼻か耳が自分を消そう。ちょっと待って、このまま綺麗に終わろうよ。ちょっと待って、怖い。絶対関係ねえ、ここ。ちょっと待って。鼻か耳が自分を消そうとした理由、単純に考えたら、のどかさん、自分の妹、まだ若かったし、大学生で調子理学研究してて、っていう、そののどかさんの妹の人生を消したくなかったっていうか、自分じゃなく妹にもっと生きてほしかったっていう。ミスりたくないんだけど、絶対これだっていうものがない。これがミミの宝物だったらこれなんだけど、堀田の宝物なんだよな。堀田いらね。え、こっちでいいのかな。え、間違ってたら本当に土下座案件なんだけど。え、ごめんなさい。大丈夫かな。あ、違う。あ、ごめんなさい。違う。やめておきなさい。え？あ、ほら、近かった。恥をかくだけよ。その証拠を提出しても。彼女は全てを認めたわ。ちょっと待って。違ったみたいだね。てか証拠って言ってるから、そっか、人物じゃなくて証拠を出すべきだったんだ、ここ。どうやら僕はこの事件を理解。ちょっと待って。え、やり直したい。え、すごくやり直したい。ごめん、やっぱ戻ってきます、ここまで。ごめんなさい。はい、戻ってきました。ちょっとじっくり読みますね。私の名前は花神に、金魚最後までコケにしてくれた、自分を消そうとした理由。これ本当にミミさんがやらかしたことだった？え、そういうこと？これ、堀田の宝物だもんな。これ、本当にミミさんがやっちゃった説もあるな。暗い。おい、よし。合ってた。それは、医療ミス。桐崎先生は正しかったんですよ。桐崎先生、正しかったんだ。あのミスは、ある看護師によって引き起こされました。鼻かミミという名の看護師によって、そう、読み返したら、のどかさんのためにというよりは、ミミさんをなぜ消したかったのかをすごい聞いてたから、ミミさん消すんだとしたら、これが本当にミミさんが知らかしたことだったからってことかなっていうので、本当にそうだったんだ。うん。看護師によって。そう。今、証言台に立っている人物です。なるほどな。そのミスから、たった数週間後、鼻か耳は今度は交通事故、いや、散々だな。交通事故を起こしてしまった。そして妹が死にました。最悪のタイミング。事故とはいえ、14人の患者と妹の生命を奪ってしまった。背負って生きていくには重すぎたのです。確かにな。
逃れる方法があったわ。たった一つだけ。事故は全てを焼き尽くした。妹の亡骸も自らの顔も。それこそが最後のチャンスだったのです。過去を捨てて妹として新しい人生を始めるチャンス。そうか。妹の写真見せた時はな、妹のために妹の人生をこんなところで終わらせたくないからとかのあれでかなと思って妹さんの写真くらいしたんだけどな。自分、ま、一概に自分のためだったのかとも言えないけどな。ことがことだからな。本人も悲しいだろうし、悲しいってか本人も辛いだろうから。想像を絶する事件ですな。あいつが霊媒なんてくだらないこと思いつきさえしなければ。くだらないこと。私がのどかになって一番嫌だったこと。霊媒、オカルト、そんなの私大っ嫌い。ああ、なるほどね。ああ、なんかこの妹のために妹として生きたかったの的な綺麗な終わりじゃないのが生々しいっていうか、本当の人間味があるっていうか、いい意味で後味がそこまで良くない感じがリアルでいいな。逆にいくつかの謎は残されたままです。なぜこんな複雑な殺人計画が実行されたのか。綾瀬とキミコはなぜ花か耳に協力したのか。しかし一つだけはっきりしたことがあります。被告人綾瀬と迷いの無実。こんなバカな。私は完璧だったはず。っていうかそうだよな、無敗が破られちゃったんだもんな。この私がカルマメイが、18歳思春期で初めてこれ破れんのはきついぞ。えぐいな。なるほど。いや、大人の世界は甘くねえってところをことごとく突きつけてやがんな。今夜のニュースが楽しみだね、カルマケンジ。思春期にこれはいて。今夜のニュースが楽しみだね、カルマケンジ。全世界。容赦ねえな、なるほど。いや、なほに、まあ、ここがいいとこだな、なるほどの。全世界に流れるんだろ、君の敗北する姿が。あち、ひえ、いや。いやいやいや、痛い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 。やめてやれ、めいちゃん、めいちゃんやめてやれ。え、自分？いや、なるほど、鬼かい。いなくなっちゃったし。千尋さんだけは撃たれねえんだ。え、ミミさんも撃たれたのに千尋さんだけは撃たれねえんだ。やっぱ千尋さん怖いって分かってんだな。いや、まあ、千尋さんはそんな怖いって思ってないけど。でも怒ったら怖いと思うよ。なるほどくん。しっかりして、なるほどくん。こんな裁判、認められないわ。まあ、13歳から無敗で、すごいプライドも高かったろうから、こうなるのもしゃあないか。そもそも無知を裁判に持たせて OK にしたのが悪い、最初に。つまり、カルマ5か？これ無知持たせたのは。だとしたら、カルマ5、お父さん、お目が悪い。うん、お父さんが悪いわ、この無知に関してはね。うん。まあ、愛情深く育てたんだろうけど、無知に関してはちょっと、お父さん、なんで持たせたんだ。キャラ付けか？キャラ付けなのか？それでは。弁護人が目を覚ますまでもう少しかかりそうなので、先に綾瀬と迷いに対する判決を言い渡します。先に無罪。ちょ、いいんだ、なるほど、起き上がってない。あ、迷いちゃん可愛いな、この手、ちょっと両手ファって感じ、可愛い、伝わるから、この両手ファって感じ。では本日はこれにて閉廷。頑張ったなるほどがぶっ倒れた状態で閉廷しちゃったよ。同日午後3時13分、地方裁判所、被告人第3控室、3好きだね。うわーっと、この状態の千尋さんの正面初めてじゃない？あ、てかこれ、迷いちゃん視点。あ、迷いちゃんになってる。おめでとう、迷い。お姉ちゃん、おー、ここ。あーすごい声入れちゃった。ちょっと待って、こんなシーン見れると思わなかった。うわ、うわ、うわ。幸せな姉妹の姿が。いやー、なるほど。もうちょっと起きなくていいわ。寝てていいよ。ちょっと今、幸せな姉妹の時間を過ごさせよう。なるほど、一旦寝てよっか。久しぶりね、迷い。元気だった？お姉ちゃん、お姉ちゃん、私、誰も殺してないんだよね。そうよ。あなたは夢を見ていただけ。悪い夢を。あのね、
お姉ちゃん。夢の中でね、懐かしい匂いがしたんだよ。懐かしい？私、衣装箱の中に入れられてたんでしょ？あの衣装箱、お姉ちゃんの昔の装束がしまってあったんだよ。うわぁ、いいな、なんか。そうだったの。あぁ、幸せ、いや、うぅ、えぇ。終わろう、終わろう、終わろう。なるほど、喋んな、終わろう。もうめちゃくちゃとばっちりだな。ごめん、なるほど。全然なるほど悪くないし、なるほどめっちゃ頑張ってたのに、喋んなとか言っちゃった。ごめんな。あまりにも、あやさと姉妹の幸せな姿のまま終わりたくて。ごめん。あのままフェードアウトして終わってよかったな。でも喋ろう喋ろう、なるほど。一つ、わからないことがあるんですよ。でも逆に、今の姿見て、わからないことがあるんですよって声かけられる精神すげえな。ちょっとここは静かにしてよってならねえんだな。何？やっぱ千尋さんの何好きだな。この大人の余裕を感じる、何じゃなくて何な感じ。好き。桐崎先生が打たなかったら、どうなっていたんでしょう。銃声を聞いたから、僕たちは現場に踏み込んだんですから。ああ、確かに。多分、計画では、花神自身が鍵を開けるはずだったのよ。そして、あなたと夏美さんに。ああ、なるほど、目撃させたはずよ。例の乗り移った迷いが、殺人を犯したシーンをね。そういうことか。細かいところまで計算されていたんですね。なるほどか。おお、涙からの笑顔が早い。まあでもさっきも笑顔で泣いてたからな。おめでとう、迷いちゃん。ありがとう。やっぱ笑顔が一番だ、迷いちゃん。また助けてもらっちゃったね。まあね。でも本当にもうこんなの二度とやだな。そうだよな。ん？私はいいよ、なるほどくんが助けてくれるから。でも事件が起こると大切な人がいなくなるの。お姉ちゃんも、そしておばさまも。あー、そっか、おばさまもだ、共犯だったんだもんな。捕まっちゃうよね。てかそう考えるとハミちゃん、今千尋さんの状態だからね、ハミちゃん何も知らないでいれるけど、どっちにしろ分かっちゃうよね、いなくなってるってことは。ねえ、なるほどくん、教えて、どうしておばさまこんなひどいことをしたの？あんな計画にミミさんに手を貸すなんて。あ、ちょっと理由はめちゃくちゃ分かってんだけど、嫌な予感するからちょっとセーブするね。理由はめっちゃ分かってる。私本当に怖かったんだよ。それは。なるほどくん、教えてくれるよね。キミコさんが花か耳に手を貸した理由、それははるみちゃんを後継ぎにしたかったんだよな。だよな、多分。くらえ。ハミちゃん？今から4年後、クラインの里には新しい家元が生まれる。君だよ、迷いちゃん。それが？家元になるのってすごいよな。でも、もし君がいなくなったら、本家の血は途絶えてしまう。その時は？その時は、分家のおばさまが。違う、キミコさんの霊力はそんなに強くない。継ぐのは、はるみちゃんだ。はあ、全てはそのために、はるみちゃんを家元にするためだったんだよ。そうだったんだね。なんか言った？今まゆいちゃんなんか言わなかったか？やっぱりって言ったんだ。まあでも気づくよな。やっぱりそう聞こえたような。やはり出てくんだよ。出てこないか。やっぱりって言ったら、呼んだかって出てきそうな感じするからな、あいつ。暴月、暴日、暴地獄、竜地と十三号、独房？独房言ってんの？キミコさん？だな。私の、はるみ。あなたこそが、クラインの家元にふさわしい霊媒師でございます。私は、そのために、すべてを犠牲にした。あのバカな看護師のために。殺人の計画を立ててやったのも。でもあの殺人の計画を一人で立てたのは相当賢いよね。チャラチャラした検事に協力してやったのもチャラチャラしてたから。全てはあの忌々しい本家の娘綾里と迷いを葬るためだったのに。忌々しいって思っちゃうところがな。わあ、あなたが霊だよ、邪悪な。
どこで間違えてしまったんだろうな。まあでも霊力が弱かったから結構辛い思いしてきた。そこで歪んじゃったのかな。待つのです、はるみ。チャンスはきっとまた訪れます。え、なんかまたやってくんの？独房にいるのに。第2話再会そして逆転終わり終わりだけ終わりって呼んじゃうな。あ、え、めいちゃん新しいエピソードが追加されました。え、次なんだ。逆転サーカスサーカスやんの次。え、ついに逆転裁判、裁判もしなくなる。サーカスしちゃう。どういうこと。タイトル戻るよ。そこで、ちょっと待って。さあお待たせしましたね。いつもこれ始まんなって。本日最後の出し物は死ぬ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 奇跡の空中、空中何だった、空中飛躍。絶対死ぬってこれ。え、大丈夫、大丈夫じゃないよ。絶対事件起こるよ。誰、今世紀最高の大魔術師、その名もマキシミリアーン、ギャラクティカまでが名前。動くね。ライオンちょっと右向いてなかった。うわすげえ。なんか急にどうしたどうした。え、動く動く、すごいね。何やんの。あ、消えた。死んでない、大丈夫。てか左、地球でか、地球のオブジェクト。12月26日、クリスマスの次の日午後8時12分、立ち見サーカステント前。いや、タイトル戻るよ。タイトルも、あーっと、はるみちゃん。あ、でもはるみちゃん悲しんでないね。よかったよかった。ま、うまいことなんか言ったんだろうね、ここは。で、後ろ、さっきの人だね。すげえ主張が激しい。気になるな。はい、じゃあタイトル戻りましょう。はい、ということで第2話、再会そして逆転クリアいたしました。いやー、よかった。まゆいちゃん助けられて、無罪、勝ち取りました。めちゃくちゃ今回もだね。ちひろさんにめちゃくちゃ助けられましたね。まあ、はるみちゃんが呼んでくれたからこそだから、うん。あと、まゆいちゃんも呼んでくれたしね、途中。いや、やっぱり、まゆいちゃん、はるみちゃん、ちひろさん、あやさ時計に救われてんない、いつも、って思います。と、なるほどもね。いや、いつも粘り強く頑張ってくれるから、まあ、自分は、サポート兼もう一人の弁護士として、なるほどと一緒に頑張ってますが、やっぱり、いろんな協力があって、無罪勝ち取れてるなって、いつも思います。あ、なんか妹のためだったんだな、とか、そういう感じというよりは、うん、耳さん自身がちょっと辛かったっていうか、ミミさん自身がちょっと罪、その重い境遇から逃れたかったっていう、ちょっと自分本位なところもあるところが、ある意味生々しさっていうか、人間のリアルな感情を描いてる感じで、すごいそれも考えさせられる感じで良かったなって思います。でね、次ですよ。めいちゃんがサムネで、これ右の人はあれだね、さっきサーカスでなんかくるくる飛んでた人だよね。これはどういう、めいちゃんメインになる、めいちゃん被告人にかけられることは、まあないよね、さすがに。次の検事がめいちゃんだからこう映ってんのか、めいちゃん自身が事件に関わってるからこう映ってんのか、そこもわかんないけど楽しみだね。あと、サーカス。ワンチャン法廷がサーカスとかする可能性もなきにしもあらずだからね。まあ、そこら辺も楽しみにしつつ、次も頑張っていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなんかしていただけたら幸いです。チャンネル登録者様500人目指して毎日投稿頑張っておりますので、よかったら応援や拡散なんかしていただけると、とても活動の励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。ではまた次の実況でお会いしましょう。夢咲みむでした。バイバーイ。